ファラオ倒しに行こう、ファラオ。とりあえずここなんだ。あ、なんか宝箱ある。パンとスピード、オッケー。俊敏のポーションだね。オッケーオッケー。で、相変わらずのファラオガード、弱いくせに出てきやがってこの野郎。オッケー。ここにもなんかある。おい、壊す。この下もなんかあるぞ。あ、あるね。 Nothing in here。 ここには何もないよと。バカ野郎やめろ。こっちは一生懸命やってるんだぞ。やめろそういうの。なんかあそこにあるな。こっから上がるのはちょっと違うんだろうな。こっちから行かなきゃいけない。よし。なんでここだけちょっとゲートがあるん。怖いじゃん。ちょっと別世界みたいなこと。これは、まあ、怖いけ見んけどね怖いけ見んけどね。もう今朝だしね。敵が湧くことはほぼほぼないでしょ。なんでコマ風呂が置いてあるん、むき出しで。え、何これ。待って待って、怖い怖い怖い。What a nice view of the command block。 そうだね、ナイスビューでコマンドブロックあるね。あそこなんだ、あれなんだ。戦いの場みたいなのあるけど、ん、この下は何これ。あ、レッドストーンランプね。で、あー、これちょっと強そうな剣とサーモン、そしてガラスとレッドサンド。はい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 、これは了解だよ。ただそこのコマンドブロックが俺は気になって仕方がないんだ。あー、そこのコマンドブロックは気になるし、ファラオにも会えてない俺は。よいしょ。とりあえずこれ壊しまして、レバーでこれやってみようか。はい。え、なんなの、なんなの、これはなんなの。機能してないの。あそこなんだろう、あそこ、あれなんなんだろう。ちょっと気になるよね。ちょっと行ってみるしかないよね。ちょっとここ砂掘り掘り、ちょっとここの砂岩もらっていこう。どうせここも何もないんでしょ。このコマ風呂とかももらっていっちゃおうか。なあ、壊せないのか。あの上にもなんかあんだよね。あれコマ風呂の回路かな。ってなったらあれもコマ風呂の回路の可能性十分ありえるよね。いや、見えんのんだよな。しかもちょっと弓っぽいの持ってる気がするんよね。どうやって降りるよあれ。あっちの岩盤から来るべきなんかな。ちょっとこっちから行くべきじゃなさそうだよね。うーん、なんだあいつ、めっちゃ気になるぞ。弓持っとるっぽいんだけどな。ちょっと気になる。なんだあれがファラオなのか。ファラオガードってことはさ、ファラオがおってもいいのに、ここにはファラオがおらんってことは、あそこっぽいよな。行くか。よし。いや、撃ってきた。撃ってきた、撃ってきた、撃ってきた、撃ってきた。撃ってきたよ。うおれ！よっしゃい。あ、痛い。この野郎、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 この野郎。いや、結構強いな。俺盾があるからね。よしよし。なんだあいつ、あいつ一人だけ。はいはい、レッドストーンに、パワーパンチフレームインフィニティ最強じゃん。よし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 、ゲットゲット。オッケー。なんだなんだ、焦って損したぜ。なんだよ、ビビらせるんじゃないぜ。スギちゃんみたいな喋り方になってるぜ。よいしょ。オッケー。ん？この上はなんだ？何この迷路感。よいしょ。リンゴだけ？いや、まあいいでしょう。よし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 。まあここもクリアだな。いや、意外とこう優しめのマップなんだね。おい。
とりあえずレッドストーンブロック、こうか。オッケー、レッドサンド、オッケー。あとは岩盤島だけだな、ベッドロック。うん、楽しみだ。よしよし、行こう。よっしゃー、行きますか。岩盤島ね、夜だしね、今回はこれ見どころがあるでしょう。なんか敵がいるんだよね、やっぱりね、ボスが必ずいるっていう感じになってきたね、だんだんね。よいしょい。Be careful。 あー、すごく注意し、なんか注意しなさいみたいなこと。 This is gonna be a very long boss battle。 あー、very long boss battle。 なんでミルクがあんの。ウィザース系であることを祈るよ。いや、怖え。あ、なに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 、火炎耐性と再生能力的な。ちょっと待った、これ何。わー、ケーブスパイダーだ。ケーブスパイダーのスポーンがあると。っていうかこれ炭だよね、もらっていくよ。そしてマグマ音がするんだよな。わあ、キー持ってくればよかったな。松明がないぜ。あー、湧いた。オッケー。わ、ここいるわ。よいしょ、オッケー。結構スポーンブロックを高いとこに置かれたら困るね。オッケーオッケー、とりあえず大丈夫だ。あー、湧きそうだな、あそこ。え、気づかれたかな、気づかれたな。強そう。わ、ダイヤ装備のウィザースケだ。ちょっと待って、ちょっと待って、いや待って、ちょっと待ってよ、これはまずい。痛い。いやー、ウィザー効果つい、痛い。あ、死んだかも、これはさすがに。あ、なんとか生きた、なんとか生きた。よし、もうこれ以上ちょっと上がってこさせない。よしよし、いや、つらいつらい、マジでつらいこれは。よし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 、オッケー。なんかえらい強い武器持っとったんじゃないこいつ。きつー、マジきつい。ちょっと待ってよ、回復しよう、一回回復しよう、一回回復からの、この上なんなんじゃろ。あの上に宝箱があるんかな。うん、どっちにしても雲は殺さんとどうしようもないよね。ちょっと殺そうか。よいしょ、 OK。うん、2個ある、2個ある、2個ある。んー、よいしょ。危な。そうだね、ブロック積んで上がろう。いや、この上にスポーンあったらもうでもどうしようもないけどね。怖いわー。宝箱だけでいいよ。おし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 。オッケー。あー、いいの手に入った。で、ベッドロック。あ、エリトラ来た。エリトラ来たよ。オッケーオッケー。よし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 。よっしゃ、オッケー。なんかすごい達成感があった。なんでか知らんけど。そんな大したことしてないけど達成感がある、これは。よいしょ。もらって帰ろう。意外とあっさりだったね。いやー、いけたいけた。よしよし。いいね、いいね。これで全部モニュメントは揃ったんだけど、チリンって言ってないのがすごい気になるとこではあるよね。よいしょ。よいしょ。じゃあ最後のブロックかな？ほい。なんでこっちチリンって言わんのんじゃろ？え、これで終わりなん？なんか最後、よく頑張りましたーみたいな出んのんじゃね？え、こっちがチリンって言ってないのがすごい気になるんだよね。
でももうこれ置きようが、置き直しのしようがないしね。やりようがないよね。どうやら全部ブロックを置けばこういうとこに来れるみたいです。ね、今回ね、チリリンって言ってないんでね、うまくいかなかったんですけど、本当だったらこういうとこに来れるみたいですね。ちょっと今回はクリエイティブでここに来させてもらいました。で、最終的には、まあ、こんなとこに着くと。で、チェストがあってパックドアイス、はい、マグマブロック、あー、これをあそこに置けば終わりみたいな感じなんだろうね。はい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 。そしてまあ多分ですけど、夜だとここに敵が湧くという感じになっているんじゃないでしょうか。多分夜になると敵がバッと湧いて出てくるみたいな感じかな。とりあえずここにエメラルド、マグマで、アイスを置いたらここで終われると。あー、なんか謎だね。気持ち悪い感じで終わるね。またちょっといつかね、時間が空いたらプレイしてね、もう一回ね、やり直したいな。あー、はい。あー、本当だったらこうやって終わるんだろうな。残念だな残念だ。はい、今回もご視聴いただいてありがとうございました。なんかね、中途半端な終わり方になってしまったんですが、いつかリベンジしたいなと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。